っしゃい。ムザーのまさこさん。声優小沢まさこさんのお家には日曜の夜いろんな人がやってくるんだよ。ほら、今夜ドアを叩いたのは。まこさん、こんばんは。こんばんは。和楽器バンドのボーカルの鈴花優子と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。野沢です、はい、こんばんは。和楽器バンドことの胃袋清志と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。野沢です、うん、和楽器バンドっていうバンド名なんですよ、うん、これがバンド名で8人もいて、うん、普通のバンドの倍の人数の、うん、いるバンドなんですが、和楽器と洋楽器を融合したバンドになってまして、今日は8人中2人で来てるんですが、はい、私がボーカルで、その詩吟を元にした歌い方とかもバンドの中で入れてます、はあ、その和楽器と洋楽器を一緒に演奏するわけでしょう。はい、ねえ、聞きたかったんですよ和楽器と洋楽器は一緒になるってどういう感じになるのかなと思って、うんうん、すっごい頭の中で引っかかってたところ、うん、なんかそのやっぱり喧嘩しないように上手に編曲を考えつつ、うん、やっぱりそのバランスなんですけれども、うん、和楽器だけを立てるっていう感じでもなく、うん、私たちのバンドで一番やっているところは、うん、もうあえて尺八とギターがセッションをガッとこうバトルのようにしたりっていう見せ方をしているので、うんうん、やっぱりまずは聴いていただくのが、そうですね、分かりやすいんじゃないかと。嬉しいです。なんか和楽器バンドといえば、はい、まず皆さんが聴いてくださる曲で、うん、千本桜という曲がありますので、うん、はい、それをぜひお聴きください、はい、三味線と琴から始まります。うわ、すごい、はい、嬉しい、はい、では聴きください、はい。千本桜「
ですね。ありがとうございます。お世辞抜き。本当ですか。うん、私大好きだな。本当ですか。テンポといい。ありがとうございます。なんかあの先ほどから詩吟というのを、言ってますけれども、あの詩吟の伴奏楽器が琴と尺八なんですよ。で、私は幼い頃からそのサウンドに慣れ親しんでて、すごく聞くだけでなんかこう日本人の魂が揺さぶられるというか、テンションが上がる感覚があったんですけど、ちょうど高校生ぐらいで漢詩を習うじゃないですか、その時に学校の先生に、優子さんは詩吟をやってるんだったらば、今日やった漢詩を詩吟でちょっとみんなの前で披露してみてっていう風に言われたことがあって、でもその時にみんなのリアクションは詩吟って何っていう感じだったんですね、知ってる人ほとんどいなくて、で歌ってみたら、私の学校5クラスぐらいあったんですけど、さっきの時間のあの廊下から聞こえた音は何だったのっていうぐらい、あの他のクラスからも問い合わせが殺到する感じで、あのみんなが知らなかったので、やっぱりこれをせっかく詩吟の師範になったのならば、もっと身近に感じてもらいたいなという思いがあって、最近のその J-POP に落とし込んで聴いてもらうことによって、テンポ感も早いですが、あの少しずつ浸透していくといいなっていう思いがあって、このバンド始めてるんですけども、なんか詩吟はおじいちゃんおばあちゃんっていう印象がみんな強くて、あ、そう、はい、私の世代は、あ、若い人はそうかもしれないね、はい、私たちは、自分の世代って思っちゃうのよね、意外と、いくつの人だったら50まではそうだと思うな、40からはちょっと若くなるんですよね、ちょっと若くなるんですよ、境界がありますよね、やっぱり50からが、割とこう理解できる世代だと思うんですよ、上のことがね、やられてる方とか周りに結構いらっしゃったりしましたか、詩吟って。詩吟若い時に、私がうんと若い時にやってる人いました、そうなんですね、私的には割と素直に自分の中に入ってきて、あ、いいな、じゃあせっかくだったら一節だけ歌ってみていいですか。詩吟はよ、どうぞどうぞ歌ってください。じゃあ詩吟の、そうですね、江南の春っていう、もう今春の時期なので、それの起承転結の菊だけちょっと歌ってみたいと思います。千里うぐいす泣いて、緑くれないに、いつ。すばらしい、最高。伴奏がないから。いや、いい。伴奏なくていい。いやー、やっぱいいわ。なんかこの、詩吟の歌い方を、テンポ早い中に入れたら、どんなのかなっていうところで、さっき聴いていただいた曲が、千本桜って普通に歌うんじゃなくて、千本桜夜に紛れみたいに歌うようにしたんですよ、よかったと思います、私は。すごくそれが。素晴らしい素晴らしい。ありがとうございます。私大好きなんですよ、詩吟。本当ですか。なんかあれですよね、お腹から声出すからストレス発散にもなって。それで、なんていうのかな、それぞれに聞いてて、撮るムードっていうのは違うと思うんですよ。そうですね。ね、うん、それが撮れるテンポでもあるし、詩でもあるしっていうところ。さすがですね。それで好きなんですよ、私は。詩吟って何歌ってるんですかっていうところですもん、今みんな。で、あの、漢詩を歌ってるっていうことも知らなかったり、どういうふうに捉えるかっていうのも自由だったりするんですけど、まあそういうのも知らなかったりするので、なんかその知ってくださってるだけで私はなんか感動しちゃう。いや、本当はもっともっと広めなきゃいけないよね。そうですね、広くきっかけになれたらいいな。ねえ、やっぱり日本の芸能というものを、皆さんにもうちょっと、もうほんのわずかな良さでいい。そっからで入っていただいてでも、私はいいと思ってるんですよ。OK だと思うから、もっともっとみんなに聞いてもらって、理解してほしいな。で、あの、
彼と出会ったのも、うん、なんかその詩吟を取り入れて演奏するためには、うん、やっぱり琴と尺八の奏者で若手の人と出会って、うん、フットワーク軽くできたらいいなと思って、うん、こう探してた時に出会ったのが胃袋清だったんですよ。あ、そう、うん、若手の琴奏者いたみたいな。琴って、はい、私はね、はい、どっちかって言ったら三味線の方だったんですけど、はい、琴やってごらんなさいって言ってちょっとだけなんですよ、はい、くだらない。もうね、サークラっていうのだけを教わって、はい、タン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 ってこうなるじゃない、うん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 、これが好きで好きで、うんうん、いや、なんていいものなんだろうって。それで琴見た感じではただ長い、はい、ね、うん、板ですよね、うん、長い板にずっと長い弦が弾いてね、張ってあるだけじゃないですか。それをポンポンって弾くだけで違うじゃない、うん、とその一個の音がさあ、このムードはってなる人なんですよ、はい、でも僕も真子さんと同じで、うん、その琴を桜桜を初めてこう弾かせてもらった時に、うん、すごく音が綺麗な楽器だなと思って弾かれたのがあった上で、うん、僕高校生の頃に本当はアメリカの音大を目指して受験しようと思ったんですけど、うん、なんかアメリカに行ってアメリカで発展した、まあ、ジャズとか勉強したかったんですけど、しかもベースで、あ、そうです、ベースでその時はで、それを勉強して日本に帰ってくるのって違和感を感じてしまって、うん、だったら琴を弾けるようになったし、琴っていう楽器をもっと練習して、うん、それをもってこう世界に出ていって、うん、日本人としてこう対等に音楽の話ができた方が、うん、自分の生き方としてはなんか行きたい方向に近いと思って、うん、その琴の道を選ぶことにしたんですよね。本当、私偉いって言いそうなことに、はい、素晴らしい。ありがとうございます。やって、はい、もう世界に広めてください。頑張ります、ね。なんか普通のお琴で一般的なのって、うん、糸が13本張ってある13弦っていうことなんですが、うん、彼はギターとかベースがいるバンドでやるために25本糸が張ってある楽器を使ってライブをしてるんです。弦が倍近い。琴のあれも幅広いわけ。そうすると、もう2つ2面分ぐらいある。そうですよね、はい、そうしないとちょっとくっついちゃう部分もありますもんね。もうほぼ畳1畳ですね。うわそれがこうやってそうです横までやるわけですもんね、はい、真横にしようと大変なので、こう斜めに置いて奥に行く距離が短くなるようにして、いやー素晴らしい。なんかお琴っていうと、うん、女性のイメージが強いんですけれども、うん、あ、そうね、うん、最近だと、うんうん、でもなんか彼のそう立って演奏するんですけど、うん、その大きなお琴に向かってる姿が、うん、すごく私は最初なんかこう圧倒されて、うん、ぜひ一緒にやってみたいなっていうきっかけの一つでもありました、うん、音色もやっぱり、うん、男性なので力強くて、ね、でなんか津軽三味線もメンバーにうちのバンドいるんですけど、うん、男性のイメージですけど、うちのバンドは津軽三味線が女です。逆にそうです、ね、あ、そう、はい、女性でだって、はい、津軽三味線って大変じゃないですか、うん、筋肉もりもりですよね。そうそうそう、うん、そうでしょ、はい、だって大変ですよ。女性はなかなかあの音っていうのが続けられないじゃないですか、うんうん、わずかなら出られ、力強く打ち続けますからね。ずっとやんなきゃなんないから、うん、そう、いや素晴らしいな。え、そしたら、うん、バラードも一曲聴いてみてもらえませんか。いいですよ、おがきバンドの性格なんで、はい、そしたら、うん、私が書いた曲で、うん、イザナギとイザナミをテーマにした曲があって、うん、私たち結構世界遺産とか神社仏閣で、うん、演奏させていただく機会も非常に多くてですね、出雲大社でも最近演奏ライブをしたんですけれども、はい、あ、すごいじゃないです か、はい、なんかそういう機会とかも多くてですね、うん、なんとなくこう降りてきた楽曲があって、はい、それがアルファベットでイザーナっていうタイトルをつけたんですけれども、うん、日本のファンタジーのような歌詞をつけて、今のこの世界を一つになんかできるようなエネルギーを思いを込めて書いた曲なんで聴いてみてください、うん、はい。花にも水にも山にも雲にも名前
私和楽器バンドボーカルの鈴花優子と琴の胃袋清がまこさんのお宅へお邪魔しています。素晴らしいね。ありがとうございます。あのこの歌詞って言ったらいいのかな、うん、ぴったりの声ですよね。本当ですか。うん、こいつって割と大切じゃないですか、うん、で上手くてもちょっとこれ、うんうん、ちょっと違う方がいいなっていうのがあるんですよね、はい、でもぴったりよね。嬉しい、うん、これ京都の街並みを歩いてる時に、ね、ふと降りてきた旋律と歌詞があってそれを携帯電話に吹き込んでおいてお家帰ってからそうだあの時の曲を一曲仕上げようと思って仕上げた曲です。歩いてたりして、はい、降りてくるの降りてくるっていうのが不思議だな。 あちょっと待っててっていうと一緒にいる人に言うんですけど、うん、あなんか旋律今絶対忘れないようにしておきたいってふと思って。今最近は携帯電話ですね、ボイスレコーダー使って入れといて、うんうんうん、後で聞き直すとあそうだなるので便利だなって思って使いますけど、はい、ものすごくいいこういう音楽、はい、私は好き。私は日本人ですよね、うんうん、と海外の人っていうのはどうなんですかね。海外もこう何度かライブさせていただいてるんですけど、うんうん、すごく先入観なく楽しんでくれてますね。なんか日本人からすると逆に和楽器が入ってると、うん、ちょっとこう色物バンドみたいなイメージで見る方も結構多いんですけど、はいはいはい、うん、海外の人は逆にそういうのが入ってるのが日本のバンドなんだろうイエイみたいな。だから本当に日本語も最近はアニメのおかげで人気なので、うん、このバンド組んでから海外に行く機会非常に増えたんですが、ファンの皆さん、うん、日本外国の方ですよ、うん、日本語で歌います。そうですね、私と一緒に覚えてくれて、あそう、はい、意味が分からなくても洋楽を私たち聞いてた世代がありますけど、その逆の現象が起きていて、大勢見ててみんな歌うわけでしょ、うん、日本語で歌うんです。で、あの、うん、テンションが上がった方とかは鉢巻き巻き出したりとか。あそうだね。あそう。そうで、あの日本のアニメのコスプレをそうです、ね、してきたりとか、うん、もう大人気ですよ、それこそ悟空だって。本当、みんな喜んで、そういう格好もしながら日本語で歌ってくれて、であの日本よりもすごくテンション上がった時に、日本人は恥ずかしがってあんまり出さなかったりしますけれど、うん、悪い癖でね日本人のね、はい、うん、海外の方はオーディエンスがあの逆に私の見えなかった場所を引き出してくれるぐらいエネルギーがあるので、うん、まあ、その海外の経験の中で私が知らなかった自分に出会えるきっかけにもなったりしたんですけれども、うん、やっぱり今の時代 YouTube とかネット動画の社会になったので、うんうん、海外の方のコメントがうわーって続いてて、もうそれこそヨーロッパ、アメリカ、うん、アジア圏、うん、はい、あとは読めない国の言葉だったりとか読めない国の言葉、はい、で1億再生以上もしてくださってバンドの動画、うん、それがきっかけで世界で演奏させていただくことも増えて、うん、あこういう世の中になったんだなって最近は思います。そうだね。
もこんな時間です。あららら、すいません、こんな遅くまで。いやいや、とんでもない。時間経つの早すぎよね、ちょっとね。早いですね。止めちゃいたいぐらいね。やっていいんですか、うん、ねえ、はい、またぜひもっと長いくお話ししたいので、うんうん、ぜひぜひいらして、また遊びに来ます。よろしくお願いいたします、ね、はい、待ってるから。ありがとうございます、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。山子さん素敵な方でしたね。いや、初対面なのに温かく話をしてくれて、お話できて本当に光栄で、うん、すごく私は穏やかな時間だったんですけれども、うんうん、一言一言がすごく今後の活動の中にも、あ、思い出すだろうなっていうシーンが多かったですね。うんうん、うんうん、いや、これまた遊びに行きましょうよ。ぜひもう行こう、一緒に行こう、うん、はい、というわけで和楽器バンドボーカルの鈴花優子と琴の胃袋清でした。おやすみなさい。